真正面に向かって歩こう。あ、どっちでもいいよ。人が多い。これあれか、これか。休憩そそられるね。ちょっとで汚さないで帰ってくる。いつもいっぱい飲むんだけど。靴？はい。無理じゃない。いいか。靴は絶対飲まない。朝に出てくる。今日はどこに来てますか、靴ちゃん。行こう。行こう。気づかない。ふーちゃん気づかない。ふーちゃんだけ気づいたね。来ましたよ。
やる人たちもお手手洗って、はい、雨降ってきたね、ちょっと。ご来賓の皆様にご案内申し上げます。善光寺では毎日ご先祖様や亡くなった方のご供養、5人分のお祈りで随分違った、もう一人ずっとやったらもう誰も周りにないぐらい、やっぱりくーちゃんは寝そべってると思った。奥まで遠くから見えるだか見えないだか、その前に人がいっぱいいたからよく見えなかったけど、とりあえず雰囲気だけは味わってきた。灯籠がいっぱいある。
こさっきから気になるらしい。すごいじゃん。お茶っぽく見えた。いいじゃん。